お疲れ様です。今日最後のショー、ペッカバルーンフリーズやっていきます。さあこちらですね、アナバンさんという、まあ、海外のプレイヤーがね愛用してましたペッカバルーンデッキがね帰ってきましたというわけでやっていきたいと思います。まあペッカが進化しまして、結構いろんなペッカデッキはもういますね。はい、ペッカプラス工場もペッカプラスラムもいれば、なんかペッカプラススケラだったり、まあ、ペッカプラスホグだったり、なんか迫撃砲にペッカ入ったり、まあなんかいろいろ試されてる段階ではあると思うんですけども、まあそんな中でね、はい、ペッカバルーンといえばこのフリーズデッキみたいなところもありますんで、どんなものかね、はい、やっていきます。でまあ進化ペッカ、敵を倒すと HP 回復するんですけど、まあ倒さなきゃ回復できないんですけど、これフリーズとの多分組み合わせもちょっと良くて、敵ユニットを固まらせてペッカがね1対1基本的に負けない状況を作れるんで、まあ基本負けないか、はい、そういう部分では意外とペッカプラスのこのフリーズはね強いのかもしれない。さあなんか嫌な流れだな。ボーダーとか来そうね。はい、来ましたね。なんか、あ、待って、ペッカ、お、本当ね、これ見なかったことにしてほしい、このフリーズ。お、おぶね、え、許された、ラッキー。なんか、あれだな、フリーズ、ちゃんとね、ラバが破裂してから、やんなきゃ、パピーかかんねえらしいっすね、はい。気ぃつけましょうか。たまたまなんか流してた、ペッカによって、相手の、ただ400しかないっていう。さあ、まあ、ラッキーは起きてるんですけど、まあ、問題は耐えれんのかな。対空、うっすまあ進化ザップとフリーズがちょっといいね。これフリーズ先来ちゃってもいいかも。まあトルネをしてもいいし、別にしなくてもよかったんですけど、してもよかったかもね。やだー、俺こんなコース使うんっていうぐらい使ってるんですけど、まああれランバル行けば折れそうなので、まあこれを守れるかっていう話ですね。一発、ああ、えらい。まあ守りたいっすけどね、俺はもうフリーズで止まると思うっす。左、鬼の耐え、ボイドケアまでしっかり。うわあいは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 い、さあ相手ラバルーンですよと。いや、どうなんだろうな、まあブラスターに救われた感否めないっすね。はい、まあアイスイズベビートルネ、あー、なんか難しいなトルネの使い方、フリーズの使うタイミング、またいかにザップを回せるかとかで、結構いろんな立ち回りができそうではある。さあ、ランバージャック。ブラスターなんでね、これ、ワンチャンミラーとかも、なくはないみたいな。暇すぎバルーン。やばいかな。なんかまあ、やばいよね、多分。多分良くはないんだろうなっていう。まあこれはね、近畿の未来もあるし、おとなしくフリーズで守るっていう未来もあるっていう。なんかなんだろうね、このデッキはちょっと特殊な方のデッキなので何でもきついか、受けがね薄いんで、親衛隊もきついし、まあ、なんなら枯渇とかも大変だし、さっきラバもちょっと大変だしみたいなまあ何でもねちょっと大変ではあるかもしれないんですけど、逆に全てに勝てる
ポテンシャルもあります。はい、新兵隊バルーン、これまずいな。敵陣地でこのペッカ回収されて終わったか。熱い、その矢の雨は。ランバ頼む。まあまあまあ、なんかおもれの思ってたのと違うな。怪しい怪しい。まあ一時交換でもいいかもね、もう俺守るの大変だしっていう。でこれでペッカ回復できるじゃないですか。これ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 、俺の目指してたやつ、え、めっちゃいいやん。ペッカ頑張ってんの、めっちゃいい。さあこうなったら守りやすいんじゃない。このデッキあれだな、 1-0 にしてからの方が強いかもな。相手のイケイケな立ち回りが来てるけど大丈夫そう。相手対空めっちゃ使ってるぞ。パッキーン、いいね。からのこれ落ちるんじゃね。おい、さあこれですよと。ペッカバルンだ。1倍タイムあれだな、ちょっとキング起動したいかもね。相手のユニットキンキしなきゃ逆に苦しすぎるか。後半形組めたら多分結構強いんで、ペッカバルントルネフリーズまで打てればね、ぶっちゃけ何でも突破できそうなんで、1倍でトルネでちゃっちゃキンキしたいけど、ブラスターなんでできそうでできないみたいなこともねありそうなんで気ぃつけんとね。おー近い。いやもうこれ走り行ってもいいかもね。なんか進化を回せるっていう部分があるんで、正直え、ミスってるやん。まあランマ行ってからトルネとか使ってくれたらっていう話ね。なんとも言えない。遅延スキラや、まずい。ちょっと遅延スキラか。いや今墓石咲いててバラン強かったから、やばいやん。遅延スキラマジでまずくね。足ペ行くしかない。遅延スキラマジでまずいやん。ボンバーも欲しいけど、まあ、ベビドラム的状態。いやしかもこれペッカ回復するのは熱っ。ベビドラがいいね、殴っちまえ。いや殴んなくてもよかった、別にキング起動できたんで。いやこれフリーズ今してもよかったかもな、どうだろう。いや遅延スキルはマジでまずいな。いやだからベビドラが意外と頑張れたりしちゃったり、ベビドラ信頼してます。いやこいつでいいやん。ベビドラ頑張ってんね。まあ墓石使ったら完封むずいよねっていう。まあトルネがあるか。え？え？
それ許容できないしなその状況で。いやいいね、あんま使うとこなかった進化ザップ。おいさあ遅延つけろ、熱っまあペッカそんな刺さったかわからんけども、ちょっとおもろいんだよな。まあフリーズがね、安定とかとはかけ離れたカードではあるんですけど、ロマン、どんだけ絶望でもね、バルーンフリーズ、まあペッカフリーズ、相手のターンはワンパンできると思うんで、最後の最後に大逆転もね、諦めずにいけばね、なんか美味しくね。もうフリーズでもいい、今だし。あーなんかこれ最近のさゴーレムはそうムートがいるんですよ。今バルーン竹どっちだ、やばいその掘り。あーワンチャン取れねないかもな、トルネあったらさ、今のボイド打たないと思うんで。いや、これね、そう、禁忌しようとしたんですけど、多分ブラスター強すぎて、禁忌できないんですよね。それちょっと悲しい部分。いやー、めんどくせえな。ボイドだったの。まあ、ヤナアメボイドか、トルネボイド、それでないことないと思うんすけど。いやーこれペッカ回復熱い買ったくね、やっぱベビー追加欲しいな。ボイドケア、トレンドないっすね。いやこれペッカ熱い、いやこれやばいな。でタゲ変えて、え殴る、ザップでペッカの延命もできるし、フリーズでペッカ無限回復ゾーンにも入れるんで、ペッカプラスフリーズの組み合わせがだいぶいいかもしんないな。何でもいいか時間稼ぎのプロフリーズからの進化ザップからのあんなトルネでみたいなね、何でもできたか。え熱っ、ペッカフリーズか、ちょっといいな。ミリ残りペッカをねフリーズで延命させて回復させてっていうのもあるな。いやマジいろんな戦い方できるこのデッキはね。こんなん、まあ過剰だがまあいいだろう。やっぱフリーズもねガンガン防衛で使っていっていいね、強いんだよ。1倍タイム耐えれたらこのデッキはほぼ勝てる。インドラやだな。はいはいはい、メガナイトインドラね。まあインドラかな俺視点ちょっと厄介なのは。
ブラスさ、お座りラムいたんだけどな、おい。ブラスター強すぎん？まあ、いいんですけど、ちょっと元気したかった。いや、美味しいな、これ。インドラ、咲いてくれたら美味しいっすね。自陣で溶かせられるんで。来いかな、来ねえかな。あ、来た、おつ。これマジラッキーっすけど。敵陣地のインドラは俺ね、あんま突破できないんで、インドラ咲いてくれるだけでも、はい。はい。やばい、ペッカ回復できないかな。熱っ。ああ、進化してねえわ、でも。いや、でも嫌すぎる。ミリ残りもフリーズで全てを解決。いいなぁ、ちょっと。バルーンフリーズね。フリーズ俺めっちゃ好きなんですよね。まあ、なんか最近なんかそんな環境にもともといなかったんであれですけど。フリーズっていうカードはめっちゃ好きなんで。ここ最近環境にあってはなかったけど。まあ無理やりさ。無理やり突破とかもね、できそうではある。バルフリだ。おもろいっす。フリーズが。フリーズがマジでおもろい。さあ、だが。お。こんにちは。でかっ。美味しいね。正直一倍タイマー、これデッキも重いし、そんな幅広く戦えないんで、イモっちゃってもいい。まあ悪いのが行っちゃってもいいですけどね。まあ行かなくてもいいか。おい、まさかの。ペッカホグね。まあこれ進化ペッカーが相手のペッカか、まあ何でもいいんですけど、ユニットと戦うときに、まあ、攻めフリーズして自分のペッカを延命したいですね。なんかバルーンを通すためのフリーズも大事ではあるんですけど、ペッカを延命するためのフリーズっていうのも必要な気がしてます。まあ相手の呪文わかんないしな。まあこれ攻めフリーズやっちゃってもいいかもね。やんなきゃまずいかもね。一応バルーン行ってからちょっと早かったかな。そう、別に俺はこれバルーンが通るとかどうでもよくて、このペッカが勝ってくれることに価値があるんです。そう、これでもボイドだったっすね。あとノイスイズ、ふん。いや、これだからまた同じっす。このただペッカ対決を勝ちたいだけっていう。でユニット延命して、まあダガーなんでもう無理っすよねっていう話ね。そう、バルーンは飾り。ゴブジェイスパーキーのスパーキーが飾り、三重子デッキの三重子が飾りなように、ペッカバルーンデッキのバルーンは飾りなんですよと。普通にユニットぶっぱか。
強すぎる。より強くなったな。昔からこのペッカプラスランバーとかペッカペピドラの形は強かったんですけど、進化ペッカになって回復できるようになってよりね強くなったな。まあおとなしくして。おーすごいな。あーやべえ、これエリボングラスの匂いすんな。エリポングロスやばいな。一本っちゃいたいな、これ。まずいや、これ、ちょっと待てよ。ちょっと待てよ。いや、まずいな。アーチャーがね、結構しんどい。しかもここ進化アーチャーなんですよ。いや、いい。マジでクロス置かれたらハゲる。いや、最後まで耐えれば勝てるかな、このデッキは。ワンパンね。いや、どうせ相手アーチしかねえんすから。嫌だな、そのクロス。もう終わったくない？攻めすぎ侍みたいなのない？おい、フリーズザップ。おい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 、気持ちよすぎるだろ。マジか、フリーズザップでアーチャー解けるんや。やばい、なんかあれん？ああ、怖い怖い怖い。さすがにね、危ねえ。危ねえ。エリポンはマジでまずいな、ほんとに。まあでも耐えたわ、よく耐えました。まあなんか相手が、まあ相手の敵にもよるか。エリポン系だったら今みたいにめっちゃ耐えて最後に勝つパターンと、もう最初にランバーバルーンとかで折って、もうその後どうにか逃げ切る、まあ、その2パターンぐらいしかないっすよね。ヤンキーすぎん？ホグ。デリバリー。まあロケット押しも同じっすよね、多分。シンクザップで溶かせたら楽っすけど、まあフリーズザップ、トルネザップ的な。フリーズザップで溶けるのかを知らないんですよね。溶けんのかな。残れ、残れじゃねえわ、ミスった。急に敵応援するやんっていう。いや、これは無視でいいな。トルネであの引っ込めて処理もあるんですけど、別にするメリットがないっすね。このエリクサーないんで。はい、トルネ使っててホグ来てたら苦しいし、まあこれ無視で今守れたしな。対処できても相手対処しないのも大事。
悩んだの。いや打ってもよかったかな。まあデリやったし。ゆっくりね、じわじわいきます。進化ロケこと俺もこんなんでいいんじゃね。ヤンキーすぎ。で本命はまあ左っていうね右にデリバリーとかを使わしてのね。いやまあペッカの回復やべえな。 HP ちょっと増えたよこれ。まだ回復するよどうなってんだ。いやー強っ。いやー完全にペッカのおかげなんだよ。強ない進化めぐらいで来る前に一回進化ペッカ加工しとこうぜ。やばいよな回復が。まあ許容か。ベビドラスケ、まあトレネでもいいしフリーズでもいいな。マスカのね、似たようなのが来たの。暇バルーンしよう暇すぎ。惜しい。圧着いいビビドラスケか。これ相手もペッカあるかもっすね。チキン。なんかありそうだけどメガナイトなんかな。なんか圧着いいビビドラスケありそうすぎる。まあ圧着いいにフリーズ使ってもいいけど、あー大砲は無理だね。え、美味しい。いらんかったかな。惜しい。もう一発欲しかった。惜しすぎたな。ちょっと左のいらんかった気もするけど、圧着も痛いんでね。普通になんか高回転のバルーンっすね相手。まあゆっくりいきますか。私は正しく見れば強いんでね。待って逆行った。そんなことある。まあだいぶまずいことだけはわかる。うわいいクロークや。まあでもこれトルネ使わないと寄らないんで。まあこっからは粘るしかないですけど、
なんか相手のやりすぎ説もちょっと否めないよな。なんかすごいルートが。バルン？いや右側か？もしかして入るの。むずい。なにこれ。いや右側やば。お。カスリベビドラいました。はい。ツバが散ってたわ。なんかフリーズで綺麗に決まると気持ちいいんですけど。そう簡単にはね決まらないっていう慣れがいるよね。さあ流行りの迫撃モジャムート壊してほしい。いやー価値あり。さあムートギャングコウモリ、まあ、やりごぶかスケドラかみたいなテンプレですよね。いやこれもう1倍タイムにもうバルーンフリーズとかやっちゃうともうそのカウンターでね生きていけなくなっちゃうんで1倍は耐えです。まあランバルぐらいならと思ったけど悩むな。いいよここさ。これベビドラを延命したいっていうペッカと。でもこのパルーンはねマジでどうでもいい。入らなくていい。なんなら入らないでほしいぐらいな。マジでさこれペッカ止まんなくね。おっつ来た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 。ペッカしかも回復するよ。やばい。熱いこれ。え、今のさ、おとりバルーンめっちゃ良かったわ。あえてペッカの後ろにね、これ進化ペッカだったら、一生迫撃のゴブリンで回復できるっていう、おもろいのもあった。うわ、今のちょっとナイスすぎるわ。バルーンは完全に飾り。頑張れ。いやいい。なんかこう見るとベビドラちょっと優秀だよな。最近いなかったけどさあんまベビドラ進化とかもね初期カードだしナイトやアーチャーとか進化してるんで。ジャイとかジャイ進化してねえか。まあロイジャイとか進化してしね。ベビドラもそろそろ進化しちゃってもいいんじゃないですかっていうバルフリです。いいな。ペッカを延命して勝てるっていうのは今までなかった気がするんで。はい。まあ、進化ペッカならではのね、はい。立ち割りもありますよと。ってことで、皆さんもぜひね、バルフリね、ペッカバルフリでさえ、使ってみてください。チャンネル登録、高評価も、お願いします。では、お疲れちゃんでした。熱い。